皆さんこんにちは、森崎有志です。今日は大人気女優の北川景子さんになりきりたいと思います。って言ってもなりきりメイクとかではないです。実は先日こちらをじゃん購入しました。タトゥーシールで、今回ハロウィンウィークということで、なんかこう人と違ったタトゥーを作りたいなと思ってて、でこれネイルとかにも使えたり、まあ、ボディとかにもそうなんですけど、まあ、いろんなタトゥーが作れるということで、だったらちょっとみんなが日本人、世界人、みんながなりたい顔、ナンバーワンの顔になろうじゃないかと思って、なんとなくなんですけど、ちょっとカタカタっと調べて、北川景子さんになろうかなと思います。はい、こんな感じで北川景子さんの顔を私台にこう印刷をして、これ何回もね、印刷こう縮小したりこうなんかこうわーってやったんですけど、とりあえず顔の大きさはまあまあ等しくなってます。やだ、公開処刑で、そうですね、まあ眉毛とかは自分で眉カットとか言ってるので、それはちょっと眉毛だけ描いていきたいなと思います。で、唇なんですけど、そうですね、北川景子さんの方がちょっと薄い口をしているので、まあ、ここまで来たら口までタトゥーやろうかなと思ったんですけど、ちょっとねそれは大掛かりな大手術になってしまうので、ちょっとそうですね、ここら辺をはめ込みたいと思います。本当はこのままタトゥーをしたかったのなんだけども、ちょっとそれだけだとメイクにならないので、ここら辺とかをちゃんとやっていきたいと思います。はい、なんかすごい不思議なんだけど、不思議、めっちゃ不思議なんだけど、すごい、てか顔の形めっちゃジャストじゃない？すごいな。なんか変、なに、あれ？なんか変、
あ、こういうことね。ポロポロと剥がしていくんだ。なんか気持ち悪い。結論、北川景子になりたいからってこんな危ないことをしちゃダメですということです。あ、別に、でも目はね痛くないんですけど、ただただ気持ち悪くなっちゃったっていう、ちょっとなんかとりあえず、なんかとりあえず変になっちゃった。せっかく眉毛まで描いたのに。このタトゥーの使い方はまたちょっと違う感じで、私目は絶対にやらない。もう危ない、危ないので目は絶対に皆さんやらないでください。モリアリでした。バイバイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。